ばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。加減にしろや。楽しかったでござるよ。しばらく寝とけって。楽しかったでござるよ。お前だよ、お前。いらっしゃいませ。ありがとうございました。仕方ねえ。どれ。ったく、時間食っちゃったよ。楽しかったでござるよ。しばらく寝とけっての。楽しかったでござるよ。お兄ちゃん、八神って人？ん？そうだけど。これあげる。何かな、これ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。は？さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ。おっと、申し遅れました。私、こういうものです。甲賀？おや、ご存じない？そうですか。でしたら、景品同盟の子がといった方が通りがいいでしょうかね。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なこと。では、お手並み拝見と行きましょうか、八神さん。
さすがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんなあっさり。ビジネスにおいてあの古賀松久が町の地取引相手に。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日また。結局因縁つけられたままかよ。杉浦、海藤さんはあの後どうなった？何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。海藤さんから聞いてね。昔よく世話になったって。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、海藤さんがめんどくさがってさ。入院してる場合じゃないって言うし。そっか。そっちも大変だったんでしょ。教令会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。ああ、他にもいろいろあったよ。矢上さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか？海藤さんのこと知らせに来ただけだから。矢上さんの無事も確認できたし、僕も今日はもう限界。そっか、お疲れ。誰？え、あ、真冬まだ寝てた。なんかあったか？モグラの新しい犠牲者が出たの。また教令会のヤクザ。え？場所は松金組の事務所前。分かった、すぐに行く。しろや。溶けてる。
お。どこだ？
怪しいな。加減しねえからな。はい。ああ。よし。お。
っしゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。
分かったにしろや。楽しかったでござるよ。八神さん、ああ嘘、そえ？
Yeah.